うーし、ドラゴンです。いつも暑いっすね、最近ね。はい。暑いんで、ちょっとね、今回は、料理の方やっていこうかなと思います。でですね、何をやっていくかっていうと、サラダチキン。コンビニ行ったらめっちゃ高いじゃないですか。サラダチキンめっちゃ美味しいけど、高いじゃないですか。だからね、ちょっと作っちゃおうっていうところで、今回はサラダチキンを、自分なりに作ってみました。そしたらね、めっちゃ簡単だったんで、皆さんに、ね、共有したいと思うので、ぜひとも真似していただけたらと思うんで、今回動画にしていこうかなと思います。めちゃくちゃこれ美味しいんでね。美味しくて簡単なんで、もうよかったら、感想等をね、動画のコメント欄に、ぜひとも真似して作ってみて、感想等を、動画のコメント欄に、どしどしお寄せいただけたらと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。レディゴー。はい、じゃあですね、作っていこうかなと思います。まず、これ鶏肉用意してます。これ多分 1.5 キロぐらいありますね。1.5 キロぐらいで、確か、500円とかでありました。で、一応ね、まずね、もう、解凍してます、この鶏。で、この皮をね、剥いでいきます。皮。これいらないんで。これね、油の素なんで、こいつを剥いでいきます。で皮とか脂肪とかっていうのはめっちゃ臭いんで、もう袋に分けてね捨てておきましょう。本当にこうやってこれ袋にね分けて、ね、捨てておくことをおすすめします。でとりあえず分けて、なんやろ、皿に戻すって感じですね。で脂肪もね取ったがいいっすね。これもできるんであれば。はい。で、ある程度、皮を取り終えました。皮を取り終えたらですね、こうジップロックですね。ジップロックに、鶏を入れていくわけですけども、まずですね、鶏の方にしっかりと栄養が、染み渡るように、フォークで穴を開けていきます。こうやって穴を開けていきます。グッグッグッと穴を。適当でいいっすね。先にね、味をした方がいいと思うね。味付けましょう、先に。はい、まずクレイジーソルト。これをですね、まんべんなくかけますね。かけちゃいます。で、これ表裏かけたいから、味付けします、先に。今回はね、チゲ風にします。味と明太子。これを入れます。はい、こんな感じでいいっす。全然いいっす、かけて。で、反対も同じようにかけていきます。感じで。で、それからですね、ジップロックに入れます。ジップロックに入れます。こんな感じで。はい。で、こうなりますね。で、これをですね、ここに、料理酒を入れます。はい、これで蓋閉めてもみもみします。ぐーっと。もみ込みます。フォークで穴開けてるんで、もみ込みますね、こうやって。ぐーっと。フォークで穴開けてるんで、しっかり味が染み渡るはずです。はい、蓋が用紙で落としまってなかったら今でもってこぼれちゃうからね、気をつけて。はい。で、まあ他のやつもちょっと今かかってるけど、まあいいけど、まあ同じようにやっていきます。はい、できました。とりあえずね、4枚分できましたんで、一応チゲ風もあるんですけど、レモン風味、ホッカレモン入れてます。あとクレイジーソルトだけ、これを2つ作りました。でですね、はい、こちらの方の、はい、こちらですね。お湯を沸騰させています。で、これでですね、大事なのが、今から、煮ていくんですけども、お湯を止めます。止めて、そのままぶち込みます。で、ぶち込んでですね、このまま、ちゃんと、
全部が浸るようにします。浸るようにしてですね、ここから蓋を強引に閉めます。はい、で蓋を閉めました。蓋閉めてからですね、タイマーを1時間だいたい15分セットします。これで1時間15分火を止めてそのまま放置します。これで、1時間15分後にまた取りに行きたいなと思います。レディオ。はい、じゃあ1時間15分経ちましたんで開けてみましょうか。どうなってるでしょうか。はい、一応ですね、はい、こんな感じになってまーす。もうまんまサラダチキンでしょこれ。完全にほらサラダチキンなんですよこれすごくないですか。で一応ですね、これをジップロックから出してカットしていきましょうか、食べやすいように。はい、もうサラダチキンです完全にこれ。はい、でこれをカットしていきます。はい、見た目はこんな感じでございます。まあでもね、これ赤いのあるんですけど、まああんま気にしなくて僕は食べてます。ある程度切ったらですね、さらに盛り付けていきましょうか。簡単に、まあこれシンプルにサラダの上に乗っけていきます。でサラダに盛り付けていきましょうか。まあ、こんな感じで適当に盛り付けてもらって、一応ね切ったやつがですねこんな感じで冷凍して僕保存してるんですよ、小分けにして。でそしたらですね、これ解凍したらすぐ食べれるんで、弁当とかに持っていったらタンパク質取るのにはちょうどいいかなと思います。はい、めちゃくちゃいいですこれ。冷凍して、まあ、結構持つと思うんで、日持ちもするんで、めちゃくちゃ使えますね。はい。なので、おすすめです。はい、できました。完成です。はい。一応ね、まあ、さっきのキャベツとサラダチキン、作ったサラダチキンに、まあ、キムチと、ポン酢、入れてるだけです。はい。もう、これだけでも十分いいご飯だと思うんで。はい、これをね早速いただきたいなと思います。はい、まずサラダチキンから。はい、これはおそらくクレイジーソルト味ですね。いただきます。はい、きた、うまい、間違いなくうまい。これね、何がうまいかっていうとパサパサ感ゼロです。はい、切りって、それこそ火止めて蒸らすことでパサパサ感がないんですよね。パサパサ感がない状態で火通すことができるんで、まあ低温調理みたいな感じになるのかな、イメージ的には。なので、そういう感じで作れるんでめちゃくちゃおすすめです。で1時間15分から1時間半ぐらいで放置してもらうとちょうどいい感じでできます。なので皆さんもぜひとも真似してみてください。はい、これはマジでおすすめです。うまい、マジでうまい。これキャベツね、やっぱうまいわ。うん、でちょうど今日夜買いったらね、このキャベツが50円だっすよ。めっちゃ安いっしょ、 150g で50円っすよ。なので、お買い得な時に買えたんでよかったっす。まあ、サラダチキンのお供にはキャベツがいいのかなって感じがします。というふうな感じで今回はねサラダチキンを作っていきました。参考になったよと、言っていただける方はぜひともチャンネル登録と高評価、グッドボタンよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ういっしょ。